朝戸屋ユンタク。どうもこんにちは、浅戸重信です。浅戸屋ユンタク、これより始めてまいります。拍手拍手。さあ、地味なスタートで今回も始まってまいりますけれども、最近になってですね、っていうかお前誰よということって結構言われるんですね。そもそも浅戸重信ってどんな人ということについてですね、いくつかお答えをしていって今回は閉じていきたいと思ってます。別にこれはネタ切れではなくてですね、そもそもの浅戸重信をより理解していただきたいと思いまして、今回はテーマ、じゃじゃん、お前誰。僕はですね、1969年生まれの10月7日、今年の秋で50歳になります。社会人なりたての頃はトラックの運転手からスタートした人間 でそこから会社経営をし始めて、で従業員が誇れる会社を作りたい、これ父ちゃんが勤めてる会社だよって言ってもらえるような会社を作ろうっていう大目標を掲げてですね、会社経営者として20代30代は力強く生きてた人間です。でこの会社経営者の僕がなぜ政治に出るのかということになるんですけれども、そもそも経済を一生懸命やっていけばやっていくほどつくづく感じるのが、経済政治じゃなくて政治経済なんです。で政治でまず法律を決める、条例を決める、そして政策を決める、そして何よりも予算の執行権限を持っている。で加えて行政を動かすのも全部政治とするならば、この政治で決められたルールと枠組みの中で営みを設けているのが我々経済なんです。ですからこの政治がより経済を理解していかなければ、政治だけの価値観だけでいくと経済が成り立たないという現象が今たくさんいろんな場面で起こっているんですね。経済というものは経政財民ですから、経政財民、経済というものがイコール暮らしを支えていくということになっていくとするならば、もう一回経済をやってきた人間としての責任で政治に経済の概念をもう一度持ち込んで、成長する日本、成長する沖縄を描いていきたいと思って、この50を目前にしたこの年に挑戦をさせていただくことになりました。頑張ります。好きなもの、女房です。内緒です。まあいろんなことがありまして出会うことになったんですけれども、まあもともとうちの会社の社員さんとして出会ったんですよ。はい。好きな食べ物は一番はタコライスですかね。まあタコライスって分かんない方いると思うんですけれども、沖縄のソウルフードでタコスの具がご飯に乗ってるやつです。しかもボリューミーでなければタコライスじゃない。チーズもたっぷり、キャベツもたっぷり、ひき肉たっぷり、それに加えて独特のソースをかけてですね、タコスのソースをかけて食べるんですよ。だけど最近まあまあ体型も維持していかなきゃいけないので、タコライスのライス抜きを食べるように意識してますけどね。糖質制限、タコライスのライス抜きはタコか、いやタコライスの具です。僕は食堂巡りは大好きですけれども、基本は内気な性格してるもんですから、なんだろう、パターンが決まってんです、いつも自分の行動パターンが。だからなんか食堂っていうとこの店とこの店とこの店ってなんかこう決めて、その店で行っても冒険せずにいつも同じメニューを頼むという。ポークと卵定食です。それに沖縄そばがちょっとついてたら、これちょっといい感じ。はい。20歳の息子が1人いて、あとは、小学生の娘が2人ということで、5人家族です。長女は僕に似てるな。で、次女は女房に似てますかね。はい。
どの子が可愛いということは皆さんのご想像にお任せします基本休日って僕はあまりなくて、ですからたまに連休で1日ゴールデンウィークは1日どっか行こうとか、なんか夏休みは1日どっか行こうとかいう1日を作る努力はします。でその時は大体海に連れてくかな、僕は海好きですから。そのことは想定外の話ですので、今の段階では想定したくはないですけれども、まあ本人が選ぶことですからね。多分最初からうんとは言わないと思うんですけれども、最近結婚式なんか出るじゃないですか。今まではどちらかというと新郎新婦の立場でその結婚披露宴に臨むことが多かったんですけど、ここ最近は何だろう、50前にしてかその新郎新婦のご両親の立場で結婚式を眺める目線に変わってて、だから涙の出る具合がね全然違うんですね。もうどの結婚披露宴行っても号泣してます。はい、学問として学んだのは40過ぎてからですけれども、でその前はその政治家とか経済人、そこの現場でやってる人を通してその本質を学んできたっていうのが僕の学びの原点だったかなって気がしますね。20代の頃なんて全くそういうの興味なかったし、でなかった中でこうそういう人に触れて、その人から刺激を受けて、何だろう何だろうってこう考えるっていうことがスタートだったのかな。まあ、今でも全ての答えには考え続けてますけれども、いや人間が一番とても大切なのは思考停止にならないことだと思ってるんです。これはこんなもんだっていうことで片付けてしまったら、その段階でも自分の成長を止めちゃってるわけだから、常にアンテナを張って、100点満点の答えはないので、1個出した答えとずっとこう向き合い続けていって、都度時代の流れと世の中の変化というものにその1個の答えがね必ずしも適応するってことはなくて、本質が変わらないですよ。都度都度生物ですから、その1回出した答えと生涯向き合い続けて都度都度答えを出していくっていうことを続けていって、今の自分を作ってきたような気がしますね。僕は沖縄整形塾っていう塾を約4年間ぐらいですかね開いてました。これは県内の大学生たちを対象に朝6時から月に2回のコマで、授業を持ってたんですけれども、まあ、政治経済医社会、何年先でもずっと地元の子が主人公であってほしいと思ってですね、まあ、もちろん無料で塾を開いてきました。でその時彼らに教えたのはですね、僕らが経験してきた全てが皆さんの成長の足かせになるって。だからその手段に縛られることなく本質を見極めて僕らの話を聞いてほしいと。そして僕らがやってきた経験の延長線にもうない社会が今やってきてるから、つどつど自分の見たもの、聞いたもの、感じたもの、触れたもの以外は信用するなって言ってます。最後人生って自分で決めることだから、結果誰々がこう言ってるとかいうことだけに流されることなく、自分で見たもの、聞いたもの、感じたものが答えだよって、その事実からイノベーションを起こしていけっていうことをですね、僕は彼らには伝えてます。ですから今から社会人になっていく方々にぜひ伝えたいのは、自分の見たもの、聞いたもの、感じたものを信じて、自分の可能性を信じて、これから力強く歩んでいただきたいなって思います。はい、もちろん時間が許す限りですね、いろんな方々と僕は触れて刺激をもらいたいなと思っているので、そんな問い合わせをお待ちしてますその前にチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今沖縄の中において自由民主党から立候補するというのは大変な逆風の中なんです。でその状況の中だから、私に白羽の矢が立ったというふうに理解をしています。ですから厳しい選挙は100も承知、厳しい中で僕若者たちに言われたのが、最近なんか失敗しましたかって最初の頃言われたのね。そしたら、いやいや失敗してないよって言ったら、それ挑戦してないんですよって言われたことがあって、厳しいから諦めるってことじゃなく、自分の信じたこれからの沖縄のビジョンを語る機会を得たと思ってるし、でその機会の中で自分がどこまでやれるか全力を尽くして、一人でも多くの方々に、もうイデオロギーの対立で沖縄の県民って疲れてるんです。でもなんか右だ左だってレッテル貼られて、
なんかこうあまり政治に関わりたくないっていう層が毎年毎年増えてるんですけれども、だから僕はそんな方々にも耳を貸してもらえるように今一生懸命働きかけていきたいと思ってるし、僕らが政治を諦めてしまったらきっと未来を諦めることにつながると思ってるので、そんなあの信念でもって厳しい選挙戦を戦っていって、最後は必ず勝ち残っていきたいと思ってます。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。